2015年7月25日、韓国時事ジャーナルによると、現代、キア自動車関連の記事のネットユーザーからのコメントに、悪質な内容が多く、会社側が対策に乗り出した。現代、キア自動車は、製品のオンラインマーケティングやメディアへの広報に、多くの努力を傾けてきたが、製品自体の評価を行い、コメントを載せていたネット上の専門家たちに対しては無関心だった。そのため、現代、キア自動車に対するネット上の評価は、悪辣なコメント一色となっており、肯定的なコメントを探すのが難しいほどだ。ネット世論がこれほど悪化するまでは、現代、キア自動車は、オンラインのコメントを務めて無視していた。非公式にオンライン対応チームを組織しているという噂はあったが、正式に確認されてはいない。現代、キア自動車がオンライン世論対応に消極的だった理由は、販売に大きな影響を与えないと判断していたためだが、状況の悪化で否定的なコメントを無視できなくなった。現代、キア自動車は今年初めに、国内営業本部内に30人程度で構成される国内コミュニケーション室を新設し、積極的な対応に乗り出している。この報道に、韓国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられている。時すでに遅しだ。掲示板への書き込み部隊を編成するということか？現代の将来は無条件に下り坂だな。世論に消極的だったのではなく、告訴されるのが怖いから静かにしていたんだろう。以前からネットユーザーと戦って勝った会社はない。無駄な時間を使うより品質の向上に力を尽くせ。最終的には品質やサービスを上げるということではなく、告訴対策をするということだな。自国民を鴨として扱う現代自動車とサムスンは徹底的に糾弾せねばならない。輸出用車両のように10年保証にして、品質を輸出車両と同じにさえすれば国内市場の心配なんてしなくてもよい。しかし現在のような状況が続けば、誰も現代自動車なんて買う人はいなくなるぞ。愛国心が強い韓国人が自国製品を卑下するのは、現状がいかに深刻かということを表している。その理由が何かをまずしっかり考えてほしい。